地元のファンが強い反発を示し、吉田正直のメジャーリーグ初級の記念品を渡すことを拒むファンに対して、返してください。と言います。吉田正直選手、29歳が所属するレッドソックスの外野手が、ホームグラウンドのパイレーツ戦で左翼のグリーンモンスターを超えてメジャー初ホームランを打ちましたが、翌日の4日、5日日本時間には、吉田選手に記念ボールを渡さないファンに対して地元から反発の声が上がっています。吉田正直選手の記念すべき初登場ホームラン球は、 レッドソックスの帽子をかぶって家族と応援に来た少年にゲットされました試合中には球場スタッフが吉田選手に球を渡そうと交渉する様子がテレビ中継されましたが吉田選手は渡すことを拒否した様子で試合後にはいつの日か返してもらいたいとコメントしましたこの事態に対してレッドソックスのファンたちはツイッターでボールは返されたのだろうかと心配を表明しました一方でこんなことがあって悲しい吉田選手に同情の気持ちが強くなる と吉田選手を同情する声も上がっていますが「球を渡さなかった家族に対しては「返してください」「子供であれば親も同じことができると強い反発の声も上がっています」通常選手のサインボールやグッズなどと交換することで記念ボールを渡すケースが多いのですが今回は全選手のサインボールと交換する「打撃練習に参加させてもらう」「ビッグパピ名誉殿堂入りオルティスと会う権利を与える」など交渉条件を引き上げる提案の投稿も相次いでいます 新しい機体の戦力が打った初ホームランの結果に、地元のファンたちも強い関心を抱いています。吉田正直選手の願いが叶うのか注目されています。吉田正直の最初のホームランを記念するボールが返ってこない。保管家族がレジームの交渉を拒否したことに対して、賛否両論があり、なぜこだわるのか。残念なことに、吉田正直本人や関係者が望む変換は実現しなかったようです。ボストンレッドソックスの専門サイト。 ボストン STRONG は4月3日に吉田正直が初めてメジャーリーグでホームランを打った際の記念球が手元に届かなかったと報告しました。怪物を超える巨大なヒットだった。ピッツバーグパイレーツ戦が行われた本拠地フェンウェイパークで先発の4番レフトで出場した吉田正直は最初の打席で相手の投手ヨハン・オビエドと対戦しました。2球目に投げられた外角の高い4シームを強く打ち、 打球はますます飛距離を伸ばして、同球場のレジェンド、グリーンモンスターを超える今季最初のホームランを記録しました。このパワフルなホームランは、メジャーリーグでの初めてのアーチとなり、喜ばしいものだった。もちろん、チームはホームランボールを持った少女と家族に記念球を譲渡するための交渉を試みましたが、結果的には成功しなかったという。ボストン STRONG サイトによると、 レッドソックスのクラブハウスマネージャーのトム・マクラフリン氏は、吉田さんの署名入りボール、バット、バッティンググローブ、本人との会談など、いろいろなオファーをしましたが、残念ながら私たちは諦めなければならなかった、と述べたという、ホームランボールの使い方は、手にした人の自由です。過去には、記念ボールが高値で取引されるためにオークションに出品されたという事例もあります。このような現実味はアメリカにもあると言えます。 ただし、吉田正直のホームランボールはメジャー初アーチという記念すべき一発であるため、上渡を拒否した一家の決断は SNS で話題を呼びました。そんなに大したことではない、返す理由はないといった意見が相次いでいますが、レッドソックスのチームメイトジャスティン・ターナーの妻コートニーさんは、彼らは偶然地面に落ちているボールを拾っただけと言い切っています。そして、次のように続けました。譲っていたら、 クラブハウスに訪問できたり、選手たちからサイン入りのボールをもらったりできたはずなのに。なぜここまでこだわるのか理解できない。悲しい気がする。もっと良い体験ができたはず。吉田正直のホームランボールの譲渡に関しては、賛否両論が巻き起こされました。この事件が注目を集めたことは、ある種の意味で注目度を示すものと言えますが、ボールが返ってこなかったことは残念です。譲渡を拒否する理由は何なのか気になりますね。 打った人のファンである人ならば、価値を理解するでしょうから、手放したくないと思うかもしれませんし、逆に渡したい気持ちもあるかもしれません。そのため、本人から適切なプレゼント、通常ならサインボール、価値があるボールならサイン入りのユニフォームなど、唯一無二のサイン入りボールなどを交換すれば、お互いが幸せな気がすることでしょう。吉田正直は新人であり、それほど熱烈なファンはまだいないかもしれませんが、 それでも渡せないとなると、値上がりを待っているのではないかと疑うことになります。もし子供だけだと、ボールを奪われるのが嫌だ。と思うかもしれませんが、親がいて、対応するスタッフも、適切な品物と交換すると説明するでしょうから、通常のファンなら親が説得して応じるはずです。それなのに応じないということは、親自身が大谷のように、吉田のグッズは将来高額になると考えているのではないかと思われます。 大谷のような選手がいることから、吉田も今後驚くべき選手になる可能性があります。もしそうなった場合、1号ホームランボールとなったボールは非常に高い価値になると思われます。1号ホームランボールと一般的なサインボールとは比較にならないことは確かです。ただし、その時に、そのボールが1号ホームランボールであることが証明できればの話です。もし回収したいと思うのなら、 規則としてホームランボールを含め全てのボールの所有権は球団にあると定めておき、選手が挙げられると言って挙げられるようにすることが大切です。ホームランボールの所有権は客に移っているので、拒否された場合には何もできないと思われます。WBC の日本代表戦でスタンドから拾ったホームランボールを他の観客に回して写真を撮り合うという行為が話題になったようですが、国によってはボールをめぐる争いもあると言われています。また、 このようなことには商業的な要素も含まれていると思われます。アメリカで野球をすることは、このようなものも含まれているということです。良い点も悪い点もあります。吉田正直の最初のホームランボールは、彼の支援者から好意的に手渡された家族に保管されています。吉田はボールが戻ってくることを望んでいますが、交渉は拒否されました。ボールを球団に返還することを強制する規則はありませんが、保管家族は批判されるかもしれません。 今後、吉田がホームランをたくさん打つことで記念ボールが増えるかもしれませんが、最初のボールは選手にとって特別な価値があります。個人の自由ですが、感染したことが家族にとって特別な思い出よりも大切だったかもしれません。とはいえ、記念ボールとして吉田選手に渡して欲しかったと思います。吉田の1号ホームランボールは、彼のファンや球団のファンにとっても貴重なものだと思われます。そのため、譲渡を求める声も多いと思います。 一方で、ホームランボールを手にした人にとっては、特別な思い出となっているかもしれません。そのため、誠意ある説得が必要なところです。批判よりも、北風のような厳しさではなく、太陽のような優しさで説得を続けることが重要だと思います。この記事にある男の子と同様に、WBC の試合中にホームランボールをキャッチした女性が、周囲の人に写真を撮ってもらうために球を回覧し、 それを受け取った人も笑顔で撮影してから元に戻した行為が、驚くべきものだということがわかります。昔、脚本家の橋田須賀子さんが戦中の食糧難時に列車の切符を買いに行った際、買い方や場所を丁寧に教えてくれた学生と、周囲の学生や大人が見守ってくれたエピソードを思い出しました。当然、男の子を非難する気持ちはありませんが、極限の状況でさらに周囲の気持ちも考慮し、 それを受けた人も温かく返すということは、また素晴らしいことだと思いました。信頼しているという同僚のレッドソックス選手が、吉田正直の打撃の質の高さを称賛し、それが今の打順の理由だと述べました。米国メジャーリーグのレッドソックスの外野手、吉田正直が5日、日本時間に本拠地のパイレーツ戦で、4番、左翼で先発出場を務めました。4打数無安打と1打点の成績で、彼のチームは1、4で敗戦、2連敗となりました。 吉田は4番に入っていましたが彼の同僚からの信頼はますます高まっているようです同場では試合前にアレックス・ベルドゥゴガ外野手の称賛コメントが紹介されていました今シーズン初めて MLB に挑戦した吉田正直は前日の4日日本時間5日のパイレーツ戦で名物グリーンモンスターを超えた左翼からの2ランホームランを打ちましたそのパワフルな打撃技術にはアメリカのメディアやジャーナリストから称賛の声が上がっていました彼はこの日は無安打で終わりましたが 彼のメジャーデビューからの活躍に対する同僚の注目度は高いようです。マサチューセッツ州の地元局 NBC スポーツボストンは、吉田正直は本当に優れていることを示しているというタイトルの記事で、同僚のベルドゥーゴの選手からのコメントを紹介しました。期待は高いが、彼はそれに応えている。WBC でも同じで、ここでも同じだ。非常に優秀な投手たちと対戦しているにもかかわらず、質の高い打席を見せていて、力負けもしていない。 とてもいい選手だと評価しました。特にベルドゥーゴが驚いているのは、吉田正直が今回対戦する投手と初めて対戦することだという点です。最初の打席で情報を得ます。敵投手の投球を数回見れば、狙い球を見抜けるようになり、自信を持って打てます。すでに素晴らしいスイングをしていますからね。初対戦ですから、と述べました。そして、彼はプロフェッショナルであり、クラブハウスでも優秀です。とても良いチームメイトです。これこそが求められるものですよね。 私たちは彼を信頼しています。それが今の打順の理由ですと、グラウンド内外での振る舞いも評価しながら、4番に打っている理由について見解を述べていました。